エントリーナンバー28番アメフラッシュの小島花です。ニューコミプラスプレゼンツスタプラアイドルフェスティバルシンデレラ決定戦では私立恵比寿中学さんの仮契約のシンデレラを歌わせていただきます。とにかくワンピースとピザが大好きです。ワンピースは将来ワンピースの主題歌を歌いたいなって思ってるのと、ピザはゆくゆくはピザの生地を回せるようになりたいです。それはね、ちょっと決められないんですね。ワンピースは本気です。私の食べ物以外の中でもトップで、ピザは食べ物のもう最上級のところです。お出せお出せクラスに一人はいそうなこの顔です。いろんなスタプラフェスでいろんな可愛い子たちがいっぱいいると思うんですけど、なんかこの子目立たないなと思ったら多分私です。私すごい食べることが好きなので正月太りをしてしまいまして、その体重を戻すことです。スタプラフェスに向けて痩せるとかの人多いと思うんですが、私は体重を戻すです。1日5食食べてたんですね。それをおととしぐらいから3食にしました。昨日食べました。おととい食べました。はい、スタプラフェスでは、多くの人に、その会場にいる皆さんにアメフラッシュの名前が伝わるように頑張るのと、やっぱりアメフラッシュからもう絶対にシンデレラを出させるので、私も頑張りたいと思います。 0.2% ぐらいかなと思っております。応援よろしくお願いします。以上、みんなに幸せの雨を降らせますアメフラッシュの小島花でした。バイバーイ。